がとうございました。まずは鹿田君、今日はどうでございましたか？今日はね、いっぱい驚きましたね。まあ、主に音、この空間の音の響きもですし、こちら手に持っております、こちらグリーンノートと書いておりますね、特製このヘビヘビなぶっとい、この細かい網目がいっぱいキラキラしてあるんですけど、グリーンノート店主杉岡さんが手で編まれているという病的な商品でございます。そうでございます。今日の音はなんかすごく生音が立ってね、さらに良い感じでした。はい、ありがとうございます。実際こう自分の持ってきてるのとつなぎ替えてみたところ、立体的になりましたね。どう言うたらいいか。今まで使ってるのがのべっとしてるように感じました。今なら、漏れなく。まあ、分からんけど、まあまあ、これはちょっと。書いてあるんですけども、これね、これ何ですかね、これ。フェーズスタビライザーですね。電流の流れを整える、電流の振動を整える装置でございます。これを使っても仕方こうはもうほんまに今日もウキウキでしたね。あもうかっこいい演奏が繰り広げられました。そして、のぼちん、今日はどうでしたか？興奮しました。興奮した。どのあたりが？音響がフルートにはなんかこうありえないというか、今までにこんな天井が低いのにこんなに響くの初めてですね。いや、ちゃんと天井もちゃんとこの反射するような施工をされてます。壁もです。生音もすごく響くし、この細かいこのこの細かい施工が今見てもらえないですよ。2時歩き回ったんですけど、坂上さんが吹いてると、どこ行っても同じ音に聞こえました。うん、素晴らしいですね。すごいことですよ。で、手なわけで、ね、足元にこういろいろこう置いていただくだけで、急に音が変わったりとか、そう、ね、いろんなものを変えましたけど、だからといって演奏が楽になるわけじゃないですよ。ものすごくコントロールが必要に弱になってきます。より精進が必要になる。そして自分の音をもっと知ることができる、こういうグッズでございますのでね、みんなちょっと誤解されてはいけませんよ。とても自分自身を高めてくれるグッズなんですね。私はこ のインシュレーターを使っておりました。というわけでね、ここでグリーンノートで録音をするかもしれませんが、まずは次のライブを告知いたしましょう。ここ見てください。5月2日のフラットフラミンゴ、そして、3月22日、堺のドリンでまたこのグリーンノートはライブを行いますので、ぜひ皆さんいらしてくださいね。グリーンノートの次のライブ決まってないけど、またぜひ杉岡さんお願いいたします。はい、というわけで皆さんまたお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。